間もなく楽ゲームしみスタートか。です。俺身は分を毎回確毎認してく回ださどい。んな試合になるか絶望するけどね。楽しみっていうか、あとマッチングですか、こういうの、夜が役のあ来まれしでた。狼になったりす目をるし閉じてくね。ださい。結構頑張ってやっても勝てない時もあるしね。楽しみでやってんのが一番いいと思うよ。俺はどんな試合になるのか震えてるよね。どんな試合に今後なるんだろうって。もうならないでしょ、適当にやって負ければいいじゃん。どうせ俺たちが論理的な考察で勝てないんだから。雰囲気、パッションでしか勝てないから。早く負けよ。めんどくせえから。無駄なことやんない。時間の無駄。いいからいいから。適当にやろう。適当にやって、おもてなしして、記事で出るか、占いの進路論やるか、そんだけ。以上。めんどくせえから。もう、早くそれでいいじゃん。論理的には勝てないんだから。みんなに楽しんでもらえばいいんじゃない？朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。7番のプレイヤーはは発言してく発だ言しさてい。ください。はい、すいません、ちょっと何も考えてなかった。どうしよう。村人ならば焦る必要はないかなと思います。ゆっくり余裕を持って自分を大きく見せるような雰囲気でやると村人だよって信用されやすいのかなって、フィーリング精査する人は特に。なので焦る行動っていうのをできるだけなくした方がいいのかなって思います。僕も普段はですね、女の子とか喋るときとかめちゃくちゃ早口になっちゃうんですけど、わざと目合わせてゆっくり喋るような感じにすると自分が優位に立てるような雰囲気が出るので、人狼もね、一緒かなと思います。村人ならばそれをお願いします。8番のプレイヤーは番で発言ししてくだた。さい。役職書はありません。自分は単体精査していこうかなって思ってます。7番さんについては、ちょっとよくわかる。話の内容は分かったけど、色とかはあんまよくわかんない感じだったなって思いました。村人だったら、どうこうしろとか、なんちゃらかんちゃ言ってただけなので、まだわかりません。あとは、占い師の人は一周目から出てきてほしいです。一周目出てきてくれない人あんまり信用しません。以上です。9番のプレイヤーは発言し発てく言だしてさくい。ださい。はい、こんばんは、お願いします。現状7と8しか売れることないんですけど、まず直近の8番に関しては、単体精査っていうのは僕もすごくいいかなと思ってます。この1日目に関してはですね、ただそこに関して占い師は出てきてほしいっていうんだけど、じゃあ占い師の精査をしたいのかな、グレーの精査をしたのが8番さん。7番に関しても正直8の7にしてきないしもう甘いなと思ったから、本当に8番が2周目に単体精査できるのか現状疑問だから聞いてみたい。7番に関しては、すいません、何も考えてなかったですって最初に言った時に、村人は焦る必要がないって言ったんだけど、正直村でもね、釣られたら困るんですよ、これってね。チームプレイになるので、そこに書いて7番さんっていう人物は、あえてそういうふうに言って自身で余裕を見せてるのかなって、現状7に関しても思っちゃった。だから8に関しても7の精査が正直甘いなと現状思いました。あとは盤面が固まってから、以上。1番のプレイヤーは発言して発く言だしてさくい。ださい。はーい、よろしく。7番さんはモテる自慢。8番さんは7番さんの大人の話を、内容を理解したけどっていう、ちょっと背伸び発言。9番さんは8番の2周目に期待してるって言うんだけど、自分は9番の2周目に期待してるかな。別に7番、8番なんか2周目でしかないんだけど、9番さんって1周目でそんなさ、もうなんか今出せる内容をふんだんに出されてるじゃないですか。ね？ってことはさ、9番さんで2周目、カスカスになっちゃうんじゃないのかなと思って、ちょっと不安定な部分を期待してみる。あんま言葉でうまく表せないけど。
あとさ、あまりやってほしくないのはさ、占い師の方は1週目に出てとかさ、なんか、すみません、そんな発言いらないんだよね。あんたが占い師じゃないことしかしてるじゃん。別に潜伏でも何でもよくない？盤面と発言次第で。って思います。2番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。まあ、7番さんは女性のあれがらしいですけどもね。まあ私は騎士なんで。7番さんが女性守りたかったら、躍動進行しましょう。トン進行の村というのが流行っているらしいですけどもね。躍動進行やりましょう。女性釣らない進行を取りましょうか。うん。で、4番だけ釣らないで、で、2番も釣らないで、騎士なんでね。あと7人で殴り合いましょう。うん、人狼ゲームしましょう。まあ、いろいろあると思いますよ。7番さん女性にモテるらしいですね。私は嵐にモテるみたいですよ。うん、嵐にモテる。まあ、言われましたね。うん、2番、ベルセルクの主人公じゃないかと。呪われてるような主人公でね、嵐みたいな奴らにね、悪魔に追われてる。で、周りの人がね、嵐に迷惑をこむってる。まあ、悪魔にこう、ね、迷惑をこむる。まあ、私はね、嵐のような男性に好かれてるのか嫌われてるのかよくわかりませんね。以上です。はい。3番のプレイヤーは発言してください。まあ、その2番さんに言いたいことはありますけど、今言う場面じゃないので、はい、いいです。まあ、いずれ言うことになるだろうなと思います。で、まあ、昨日、新潟に言われたんだけどね。7番さんって、7番さんって、優位に立った気がするんだから、モテる自慢じゃないですか。呪われてて悪魔に追われてるらしいんだよ。周りの人が、現在まあ、悪魔に追われちゃってるんだから、その主人公と関わると大変なことになる。本当にモテるのは違うよ。自信をつけることが霊能なんですけど、はい、言いましたっけ、僕。こんな話だから、本当にモテるのは自信をつけることですね。自信をつけることによって、粘着されてるから、似てるねって言われたから。はい、そしたら、必然的に7番さんは、ね、それ、ちょっとね、冗談が言えないんですよ、それだと。下に見ると冗談も言えますよ。っていう私も冗談言いましたよ。はい。だけど一番さなんかあんま狼っぽくないって言ってることは789何を言ってるか分かんないけど、9番が黒くなってほしいなって単眼って意味わかんないんで、89番とかドン進行の村行ってるんでしょ、日々ドン進行の村行ってる、ね、で白も切ります。今ね、野良で流行ってんだから、逆ドン進行はやりましょうよ。発言してください。最後なんでだ、余裕で白なんとか、まあいいわ。23フレーズに7891やったら9番さんが一番印象いいなと思いました。で、1が9になんかそのもうこの時点で振り絞ってたから2周目期待です。2周目どうなんとか、何を期待し、何 ?9 番が伸びないのを期待した。その発言がおかしいなと思ってたから、1番さんちょっと気になりました。で、まあ、7番、9が一番印象いいかなっていうのと、7番さん確かに、まあ、リラッ、まあ確かに、一番いい。いや、わからん。え？いや、9番とりあえず印象良かったです。2番じゃないの？でも慌てる必要性ないって言ったんですけど、私じゃないの、一番釣られたらいけない場面とかでは慌てると思いますけどって一応7番さんに言っとくと、8番として印象がないですね。え、はい、1番さんの9に沿った2周目期待がよくわからん。はい、以上。え、5番のプレイヤーは、まあ、冗談ばっかりやり続けてるとね。霊能者です。対抗強靭かな、なんかバタバタしてるし勘ですけど。対抗誰、4番、まあ、4、7、9が結構軸に1周目になってたけど、なんか9番さんの7番さんが落ち着いて話そうみたいな感じで、なんか慌てることないっていうところに関して、狼で言ってんのかなみたいな感じで言ってたっていうのと、あと7番さんは結構、ってことは逆に早口だったりとか、慌ててる人を怪しむっていう傾向にあるのかなっていうところで言うと、まあ、明らかに9番さんってこの短時間に情報を詰め込もうと必死だったから、まあ、7番さんが9番さんどういうふうに考察するのかなっていうのがちょっと気になる点ですかね。8番さんは占い師からすると本当不快な感じになっちゃってるなと思いました。6番のプレイヤーは発言してください。はい、俺占い師じゃないですよ。なんで多分潜伏してるんでしょう。何を考えて潜伏してるのか分かんないけど、ちゃんと精査してほしいんだったら最初からちゃんと出るよって思います。はい、あの村の力が借りたくないんだったら、勝手に沼ってしくじってればいいんじゃないかなと思います。はい、7番さんの言ったゆっくり精査してほしいっていうのはめっちゃ分かるなと思って、あの村って先行してどっか印象とかだけで黒塗りして間違えていくパターンってめっちゃ多いんで、
あ、今ちょっと札幌一番の塩ラーメン食べてるんですけど、ちょっと胡椒かけすぎちゃって、ちょっと無精そうなんですよね。もうむせちゃいました。はい。じゃそういうことで、以上です。7番のプレイヤーは発言してください。レオン？はい。はい。騎士どこだっけ？あれ騎士がいない。あ、カリオだったる。八が霊の級騎士ね。で、五番さんに言われ、まあ今日五三どっちかからなんだけど、九番の印象は普通に良かった。五番さんが言ってたから、七が九に、九は情報詰め込んだから。え？なんで印象良かったかっていうと、勝手にやったらもう知らねえ。まあ。九番さんが僕に盤面知らないジョークかどっちかわからんかったけど、7番にその懸念した姿勢を持つのが村人だと思うの余裕のある雰囲気だとは俺は思うかな。だから一番いい姿勢だったのが九番さんかな。だから4番さんも九番さんに取ったのが良かったんじゃないかってことと、1の言ってることわかんないってことは僕はまあ同意だったから、4番さんも落ち度はないかなと思ってるかな。まあ何を求めてるか、求められてるか分かんないけど、7は今グレーでウルフの位置は分かんないです。シャワー浴びてたのもあるけど。分かんない。全然落ち度はないかなってそれぞれ。1番さんだけは分からなかった人物。なので、まだまだ僕は余裕をかまし、余裕というかズドンって構えてていいんかなって9番さん思っちゃいます。ただ僕はこれ平常心を保ってる偽りの狼ではなく、村人として狼に勝ちたいので自ら落ち度は作らずに必要最低限の発言をして、まあ、うん、加点も不点、あのマイナスの要素も作らないようにしたいなっていう感じで発言しました。8番のプレイヤーは発言してください。人狼は1番さんですね。これはちょっと一番さんが占い師で潜伏してやってるのはいいけど、ちょっとなんか俺がおかしいみたいな発言は違いました。占い師普通に一周目から出てきてほしかったんですよ。なんか5番さんにも占い師からしたら、なんか迷惑みたいな発言だったけど、それもよくわからないんで、霊能ロラは、ちょっと5番さんの方が嫌なんで、5番さんつって、今日はクロス声で3番さんを俺守ってあげられるので、1番さんとかに色付けお願いします。はい、まあ、霊能ロラで、まあ、統一護衛でもいいけどね。うん。まあ、2番さんは、対抗出てない。たんで俺は狩人としてちゃんと出ました。どうだろう、7番さんはあんまり精査はしてないかなって思ってました。ちょっと3番さんの把握漏れとかもあったから、ちょっとどうなんだろうって思ったけど、どうなん、人狼で相方出るって知ってて、把握漏れしたりするのかなっていろいろ考えた場合は、2番さんが結構7番さんが人狼だった場合は2番さんが人狼である可能性が高いんじゃないかなとちょっと思ってますね。まあそれぐらいです。はい、9番のプレイヤーは発言してください。はい、霊能です。3という霊能が出て、その後5番という霊能が出たから、対抗で出てきた5番っていうのが若干強靭めに見えるんですよね。8番さん目線っていうのは2番という人物が騎士を語ってるんだから、8番さん目線っていうのは霊能ではなくてあなた目線っていうのは2番が2じゃないですか。それに関して統一占いがあるから出てきたっていうのは若干8番さん何言ってるか正直わかりません。情報としてまた変わってきてる7番っていう人物は俺に対する推理ですか、俺に対する意欲が良かったって言って、そこに関して
されて、じゃあ俺が良くて、じゃあ5番を釣ろうとしたら3番さん占い師で4白ですよ、7番さんって若干思った。じゃあ7番さん視点っていうのが、じゃあ俺の言う方が良かったっていうなら、1番っていう人物は若干俺にも疑念持ってる人物だから、当然7っていう人物は1にも視点が向くのになぜそこに視点が向かないのか現状気になる。で6番っていう人物は俺は占い師じゃないからで、でも7番をかばってるってことは、じゃあ7番さん目線っていうのは村であれば若干6番に対しての吸い寄りって見えませんか。だから7番さんに関しては正直意味が分かりません。若干黒いなと思っても、なぜ1に視点が向かない、俺に対する推論にも聞こえる。直近の8に関してはあなたの店は2番ですよ、だって2番って騎士って言ってる。なぜそこに関して、ね、霊能オーロラかけてそこに関してそういった発言をするのか全然分からない。8はせっかく1日目の1周目で単体精査をするってわけ全然してないなって現状思ってます。はい、盤面が変わってるのでこの後2番の発言も聞く。1に関しては視点が変わってる、6に関しても当然そうですよね。5番っていう人物がこの後どう見るんでしょうか。3に関しては新占い師、この盤面平安村か盤面で4白だから、正直3に関してはどういう風な視点か、クロス合意を指定するんだったら3番さんが指定すればいい。はい、霊能に行くんだったら5番に行ってください。直近の情報的にはまだ7、8しか聞いてないんですけど、若干7には現状違和感を持ちました。以上。あ、うん、7番そこだよ、7番のプレイヤーは2番の騎士の把握漏れしてるよね。出てますね。まあ、7番。やる気ないんだから、シャワー入ってるらしいから。見えないかなって思うかな。やろう。5番が仕事をしに来た、狂人に思えるかも。これ、でも9番さんね、2番の狼ってありえるんだよね。5番狂人で追うだとしたらね。で、まあ、今日は3番にこの進行っていうのは任せるんだけど、騎士から手をかけてもいいんじゃないの？あ、ごめんごめん、何言ってんだろう。2、2番目と間違えちゃった。霊能から手をかけてもいいと思うんだよね。なんか、1、2、2番目でしょ、これって。グレーから手をかけるって、まさかなこと言わないでほしくて。霊から手をかけ、騎士決め打ちになるでしょ。そうすると、クロスにする必要って、あれ、お金がないみたい。霊能から行きます。2番のプレイヤーは発言してください。はい、兵糧が出てたら、グレーに黒見つかったら終わりなんで、騎士はクロス越えすればいいんで、私が3番乗りすれば、高確率で勝てるだけのゲームで、はい、8がローナーなのかな、そうやって芯取れると思う出てきてるのかな。潜伏ってもう古いよ。うん、もう1周目から出た方が分かりやすい。だから俺言ってんじゃん。ね、躍動進行で1つを白置きすること。自分も含めたら2つの白置き。狼はもう無理なんで、そこつたらない進行を取って、本当に4番が白だった場合に、強力な進行。ドーン進行なんかね、時代遅れ。もう新しい時代の進行は躍動進行。なら8番そこに抵抗感があるし、2番のことが見えてないから、8は陣外だから、まあ2、でね、まあ霊能つってる間にクロス越えすれば答え出るから、ただ671がどこが黒いのかは分かんない。黒すぎてみんな。うん。3番のプレイヤーは発言してください。はい。ゴリラ進行します。今日61のランでお願いします。霊能と彼のランでは絶対しないので、61のランですね。で、5番が、太鼓から行くって言ったら5番釣りでお願いします。はい。5番が太鼓から行くって言ったら5番釣り。はい。今日61のランでお願いします。で、8番が3越えで、2番が4越えで、もうこれ決まりでいいです。8番が3越え、2番が4越えでいいです。なんで僕はグレー投票を行います。で、6番さんが接続ゲームなんで、まあちょうど良かったですね。6番さん釣りますね。はい。まあ、方法8、9が進化なんと思っているので、まあもう言うことないです。2番さんが4越え、8番が3越えで、今日、6、1の、まあ、6番ですね。6番、6番さん釣りましょう。はい。6番さん帰ってきちゃうから、6番さん釣りましょう。4番のプレイヤーは発言してください。やばい、頑張りますよ。2が4、8、3、メモっときました。まあ、9は新決め打ちでいいと思うんだけど、3、5が霊能、霊能で9出てくる。なだって、はい、9、1周目から私、印象良かったので、もう5を覚えておきます。5が対抗の9から言ってくださいって言ったら5釣りですね。6番さん、16の欄になりましたから、占い師の3番さんが16の欄と言いました。で、5番さんが、もし、対抗の9から言ってくださいって言った場合は、5釣りです。でも、5番さんが分かりました。61の欄って飲んだら、61の欄です。はい。で、3番の占い師が言いました。
私は隠し色なので、補佐です。5番さん、シーン9、シーンの176やったら、私は1番さんの方が臭いなと思ってて、この、だって6番が、23350の2騎士の1周目の時に、え、僕、占い師ですよって言っとって、っていう発言で、強靭とか人外だったら動くあれしてないなーっていうのだけの理由になっちゃうんですけど、でも7番さんのその3の4城を把握しないの演技なのか分かんないんですけど、それはちょっとあの村だったら落ち度っていうか、その考察全然一瞬マジで7番の考察マジいらんかったことになるので、3が4城把握しない7番さん村だったらあのちゃんと今から覚えてくださいぐらいで、はいですよ6番さん。まあ1なんじゃない？ 2、8やったら8の方が新っぽいと思いました。なので8が3声、2が4声。え？じゃあ死ぬじゃん私。はい、以上。16のランダスです。あ、え？ 5 番のプレイヤーは発言してください。16のランなら1に行くかな。まあ1番さんは9番さん支持してるみたいなんで。まあ16どっちかって言ったら、そういった理由で1かな。最高の9番さんの黒目は拾おうかなって思ったけど、なんかいまいち何言ってんのかわからんかった。あ、でもめっちゃ気になったことが、9番さんは7番さんが隠し色の4のことを落ち度ないとかわけわからん発言してること拾ってたくせに、怪しいと思うって言ってたけど、いや怪しすぎるやろって思った。7番さんは1周目すげえ印象良かったけど、2周目もうわけわからんすぎて、え、やばって感じ。だから3択でいいんだったら7番さん行きたいけど、もうそこあえて16であげるんだったらもう最から1行きますって感じ。そうなんだ。以上。モンストーってさ、あれオートでできないんだ。スキップチケットとか。忘れたな。1回やったんだけど。おかまか親父かっていう話ですよね。野村に必要なのは。何ラーメン食べてるわけわかんない。一番は別に拾うと思ってないんだけどな。なんか、出方的にね、ちょっと思ったのは、これ、カリウドトレイノル振動振動とかあるんじゃないかなって、思ったのね。じゃあ6番釣ろうか。俺、まあ、でも偽やったら5番じゃない？ 5 番の偽は決めっていいと思うから。じゃあ、3、5、2で1番投票して固めよう。たまたま16のランって言ってるから、16好きな方でいいんじゃないですかね。うん。じゃあ1番釣るわ。あ、でも4番が強靭なさそうだなと思ってます。うん。じゃあ1番釣ろう。3、5、2で1票。ね。1番で票固めよう。じゃあ1番がね、泣き叫ぶ姿見よう。ゴリラ進行じゃないから、うん、投票を始めてください。ゴリラ、ゴリラじゃないべ。行きましょうか。いつものね、看板に文句言うでしょうから。私は勝とうが負けようがね、村が釣られたら楽しいんで。1番、まあ当然の1番ね、のプレイヤーが選ばれました。はい、これ当然の1番で、1番が釣られて、フォッ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 、一番のプレイヤーは発言してください。これなんで6位ってんの？っていうかさ、最近ね、恋愛すごいしてて、なんか。夜が来ました。目を閉じてください。から切っちゃった。恋愛夢占いで夢。人狼は目を閉じてください。あ、任せまーす。4でもいいですよ。8でも。殺してください。4行きますか？4行く？ 8 行く？4行こう。4。
どんね、はい。どんねよ。難しいね。3-7黒出すからな。まあ、戦ってもらって頑張って。そうだね。ちょっと考えよう。勝ちたいしね。どうしようね、これ。一番はなんか夢占い、夢を見たの、夢の話をしながら、それを夢占いで見たら、その一番が今、好きな人を大切に思っていると、一番の頭の中では。そういう占い、夢占い結果が出たっていう、なんかそんな話でした。はい。本当に聞く価値がなかったんで、そっと静かに切っといてよかったなって。あ、別にその程度のもんでした。朝が来ました。別に暴言も吐いてるわけではなかったです。でも全然関係ないです、このゲームと。昨夜死んだのは4番。そうです、夢占いの話をしてました。延々と変なこと言いそうだったから。5番のプレイヤーは発言してください。2番、夜にスキップしました。夜が来ました。目を閉じてください。うん、あの一番が夢で見ていたものを夢占いで確認したら、その一番が好きだと思ってる人のことを大切に思っているという夢占い結果が出たらしい、うん、っていう話でした。簡単に言うと、うん、それだけずっと言ってた感じ。全然あの人狼ゲームの話じゃなかったっていう。変な方向性言ってくるかと思って音切ったけど、その程度のもんでした。うん。うん。まあ好きな人がいるみたいよ。うん。片思いなのか両思いなのか知らないけど。こういう夢で見るくらい。それを夢占いで見たら、こういうふうに一番の頭の中でそういうふうになってる夢占い結果が出たという。夢占いの結果ね、あくまでも。というか、夢で見るくらいなんだから好きなんだろうね。朝が来ました。夢占いせずとも。夢占いせずとも、夢で見るくらいだったら好きなんじゃないのかなと思うけど。こんなものを聞かなくても。3番。5番のプレイヤーは発言してください。え？うん。8番さん決めていいっすよ。あ、9入れます。6番のプレイヤーは発言してください。ね、いや、2番投票は2番が偽っていうのはもう絶対分かってたから2投票したんですよ。1番は人狼っぽくないと思ってたから。うん、はい、人狼ではないけど、ね、どうしようかね。一番に言うと、パックの村だったら本当に人狼、人狼夢を見るくらいだったらその人のこと好きなんじゃない？夢占いしなくてもって思いながら。でも夢占いってその夢の内容でどういうふうに自分の深層心理が働いてるのかを見たかったんじゃない？うん。7黒が出てたら2は絶対自爆しないと思うんだよな。わかんねえな、これ。7番のプレイヤーは発言してください。なんだろうね。そういう作戦だったんじゃない？どういう盤面になっても最速で自爆してやろうっていう、ちょっと狂ったような、わかんないけど。そうだね。例の進路で、2番相方で自爆でしょ？そんなんでだろうね。ごめん。ダメだ。笑いがこらえきれない。こんなんじゃサイコパスやって思われるわ。パクサイコパスやって。無理だわ、これ。
2番勝ち爆したのって7黒でしかないでしょ。ちょっと無理だわ。ごめん、勝てない。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、5番さん発言少ない。7番夜にスキップしました。あの6番が助け船出してんのに自爆する人も笑うけど、まあいいんじゃない。ゲーム終了。村人の